イパスで行く東京都23区大学圏の旅。この旅は JR 線と徒歩で東京都23区を全て回り、一つの区ごとに一つのお題をクリアしていくというものである。前回文京区でのお題区で一区を宝くじのついでにクリアした我々は、冷え込みも深まる中次の区を目指す。寒いっすね、やっぱり。じゃあとりあえず駅入っちゃいましょうか。あー参ったな。じゃあもう出ましょうか。歩くか。そうしよっか。次目指すは、新橋。新橋。次は新橋を目指して行くぞ。足元救われてくだったよ、新橋は。早々にこの例えばここ何です、酔った町ですね。もうすでにですよ、ここはこういう町です。もう言えば右も左も、もう飲み屋飲み屋はい、ただですよ。ただここをスッと抜けると全く異国のような世界が広がる。おっと、それを見に行こうというわけですね。そうなんです。でもちょっと元気が出ますよ、この街。この街で活気はありますね。声を張らないとね、聞こえない。そうなんです、我々今無駄に声を張っております。おい、寒い日はいっぱい飲みたいですな。なんだって飲みたいです。飲みたいですな。そうですな。さて、ここを右に曲がっていただくと始まってくる。ここから違う。お、早速ですが雰囲気が変わった。ここなんか歩道も違うでしょ。歩道も違いますし、電信柱もない。そうですそうです。ちょっとさっきの飲み屋からは想像もつかない綺麗な雰囲気になってきましたよ。ここ右に曲がっていただきたい。はいはい。さらに反対を向くと、おお。あとどこの国に今来てるんですか。ここが通称イタリア街。イタリア街と。ここがイタリア街です。すごいですね。こういう感じ撮ると、お。そう。ここが新橋です。まるでイタリアかのようですね。懐かしいでしょ。懐かしのイタリアですからね。イタリアイタリアですけどね。イタリアとは言わないですけどね。で、この近くに変なホテルもできる。お、変なスポット。じゃあもう一つご紹介できるということで。どこにできるんでしょうね。これからなんですよね。これからできると。今年中にできると。この辺ですかね、変なホテル。ちょっと右に曲がってみましょうか。はい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 、はい、東京タワー。東京タワーが綺麗に見えますね。まああれ変なスポットではないですね。この辺じゃないかな。あ、工事してますよ、ほら。あ、ホテル。これだ。こちらがおそらく今後変なスポットになる変なホテルのはずです。変なスポットを紹介しました。はい、では港区。この街で変なスポットなかなかでしたね。ね。でもイタリア街はね、あんま皆さん知らなかったかなって思いますよ。私は知らなかったですけどね。あ、本当にね。というわけで港区クリア。やったー。ラスラス。さあ次ですが、そのまま品川区行っちゃいたいとこですね。
行行ってちょい戻りの方かなっていうですね。とりあえず品川区に行くのは確定してますんで、次は品川区の九時、はい、塩さんに聞いてもらいます。品川区の23九時を引いていただきます。あと5です。あと5 5です。5ですよ。よろしいですか。はい、23クク来ました。書いてあるわ。結構ドキドキすんな。服の魅力を絵で表現。おお、でもまあライトな。そうですね。またじゃあ3分で絵を描く方式で、うん、品川に行って。そうですね、一筆、うん、パッと描いて。じゃあ品川でゴッドン。浜松町駅、絵描きましょう。なんか思ったのと違う。ちょっと描きすぎたのか。それではオープン。品川区の魅力を13区。ダメです。もう今日終わらせます。次は新橋。今日終わらせてすっきりしましょう。左側です。そうですね。終わらせなかったら、もう、私辞めますね。ダメです。私辞めます。